はい、どうも、たくみです。プロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回なんですけども、こちらですね、OB 第2弾、来ましたので、30連引いていきたいと思います。なんかね、めっちゃ早く感じたね。うん。もう来たのみたいな。第1弾、まだ2週間ぐらい前じゃなかったっけみたいなぐらいな感じ。実際ちょっとあんま覚えてないけど、でも本当に2週間ぐらい前だった気がする。なんかめちゃめちゃ早い気がする。ということで、とりあえず選手見ていきましょう。豊田選手、門田選手、山崎選手、里崎選手、田中選手、美濃田選手、長嶋選手、遠藤選手、新庄選手、外小葉選手、権藤選手、若松選手という感じで、まあ、今回はね、ちょっとなんか僕が欲しいところはそんなになかったかな。僕はね、うん。まああとは去年は阪神枠で掛布選手かな、掛布選手が出てて第2弾で60連で確か取りに行った記憶が、まああるんですけど、まあ今年に関してはまあ城島選手もいるんで阪神枠が欲しいってわけではないけど、まあ掛布選手、まあ去年のやつ持ってますんで、まあ継承で清見で使えるんだったらまあ出てもいいかなとは思ったんだけど、まあ今回は違いましたね。まあ今後ね、第3弾4弾5弾まあそっちで全然出る可能性ありますんで、まあまだわかんないよという感じで、まあ今回はまあ権藤選手だったり、あとは中継ぎができる選手が欲しいかな。まあ豊田選手だったり、まあただ制球型なんですよね。制球型とこっちもスタミナ型なんですよね。まあ称号をつければまあ球威スタミナとか、まあ制球スタミナとかにできるんだけど、正直ね、現実的ではない。いつもね、まあ称号込みで、まあ球威型狙えるから、まあ欲しいかな、みたいな感じで言ってるんだけど、結局やっぱ OB って称号、まあほぼつけれないようなもんだから、まああんまりこういうのは考えない方がいいかなっていうのを最近、やっとね、思い始めたんで、まあちょっと、欲しいは欲しいけど、まあ出たところで、まあオーダー的に使えるかはちょっとわかんないかなっていう感じ。まあただね、普通に能力は高いので欲しいかなとは思います。他はね、言って欲しいところはいないかな。長嶋選手はちょっと欲しいかなっていう感じではあるかな。サードの守備 A なんですよね。サードの守備 A って初めてかな、もしかしたら。 B が今まで最高なイメージがあったけど、もしかしたら A が新記録というか、まあ最高って感じではあるかもしれないですね。で、あとは同値、ミートパワー同値なんで、まあそこは普通に欲しいかなっていう感じ。まあ総力は別にどっちでもいいんだけど、まあ結構まあいい方だし、ちょっと欲しいかなという感じですね。うん、ミートパワー同値は別かな、普通に欲しい。他の野手はまあ言って欲しいところはいないかな。うん、まあ今回中継ぎできる選手、外小葉選手も確かできたような気がするけど、あ、一応できるんだけど、いいと。で、あとは、球種が少ないよという感じですね。まあ、それはね、ほとんどの、まあ、OB だったりとかも、まあ、多いわけではないですよね。まあ、4球種で、まあ、普通かなっていうぐらいな感じだから、OB だと。まあ、こんなもんかって感じですけど、とりあえず引いていきたいと思います。長嶋選手は普通に欲しいかな。同値っていうのがね、ちょっと欲しいんで、今。まあ、ただ、幻突はちょっとできるかわかんないんで、ま、ここで A ランク。まあ、一緒にね、当てていけたらいいかなと思います。いきまーす。10連目。まあ、こういうなんかね、めっちゃ欲しいところが、そんなにいないところで10連目、20連目とかでね、S ランク出たりとか、まあ、複数枚引いたりとか、結構しちゃうんだよね。個人的になんだけど。そこで逆に運使っちゃうみたいなね、パターンあるからね。まあ、今回はとりあえず、A ランクかな。まあ OB 出てくれたらいいかな、自分が欲しいところ。頼む。ああ、里崎選手、里崎選手はあれかな、2016年の時に使ってましたね。城島選手を狙ってランキング走ったのかな、確か走って、あ、城島選手じゃない、里崎選手狙って、ランキング走って、自チーム漏れて普通のまあ S ランク契約書でゲットできたみたいな感じだったような気がする。あ、違ったかな、違う選手狙って里崎選手出て、結果、まあ、そっちでよかったわみたいな感じだったような気がする。誰狙ってたんだっけな、
ちょっとそれは覚えてないんだけど、松中選手ではないし、誰か狙って里崎選手で結果オーライみたいな感じだったんでね。はい、20連目いきます。はい、まあここで出てくれるか。まあでも里崎選手はね、もう一回ミキさんに出しちゃってるんで今はいないかな。さあお願いします。まあ S ランクはまあ OB を下手に引くより、まあ現役でちょっと僕が欲しいようなところが出てくれた方が正直嬉しかったりする。まあ現突っていうのもあるし、まあただ今回も A ランクのみということでございます。まあ OB は引ける、 OB は引いてる。そして30連目いきたいと思います。まあイベントの方でどんだけ A ランクが手に入るか分かんないんで、自チームとかの方もまあここら辺で一緒になんかまあ S ランク出るところが A ランクも一緒に出てくれると嬉しい。いきます。中島選手もしくは権藤選手、豊田選手あたりが欲しいです。さあ頼む。まあそれ以外だったらまあ今回はイベントにとかイベントも走る予定はないので、まあこの30連で終わりかなと思います。60連もいかずにね。さあ、おおー、来た。OB2 枚抜きか、田中選手。とりあえず1人出ましたね。やっぱりね、こういうところで引いちゃうんですよね。まあまあまあいいでしょう。いきます、ラスト OB、 もう1人、おい、美濃田選手。ちょっと一瞬誰か分かんなかった。オリックスかだよね。はい、ライト80のレフト72。まあ守備はめちゃめちゃいいですね。そして能力ちょっと見ますか。ちょっと田中選手と美濃田選手とで、多分イベントの方も 30% があるのかな、普通の S ランクあるのかな、ちょっと後見ますか。一応僕のイメージだと60連で確定、自チーム確定があるとイベントの方の報酬で S ランク契約書っていうのではなくて 30% とかのイメージだけど、ちょっと最近良くなったりしてるんで分かんないですね。はい、田中選手ショートっすね。ショート B で高弾道のミート75のパー77、走力、68という感じで、まあここは使うことはまあほぼないかなと思いますね。まあ、坂本選手持ってたらさすがにちょっとね、すべて坂本選手の方がいいみたいな感じだから、ほぼほぼね、まあ守備は B で一緒だけど、弾道も坂本選手パワー比で、ミートもパワーも80両方乗ってて、走力も70いってるし、まああとは田中選手、これパワー型なんですよね。まあ坂本選手の方に関しては、まあパワー型ですけど、まあミートもね、どっち狙えると。で、まあこっちの方に関しては、減突もできなければ、称号までね、こう、行くっていうのがすごい難しいし、っていうので、使うことはなさそうかな。そんな感じです。はい。とりあえず、続いて、美濃田選手です。能力はまあ全体的にいいっすね。普通に。ミート79のパー79、走力81と。ただ、走力型なんですよね。ここも、結局あれか、称号次第っていう感じだから、めちゃめちゃこう、イベントの A ランクの、この出が、もう、全、同じ選手みたいな感じで被って、らないと難しいかなって思っちゃうかな。まあ、守備はいいんだけどね、守備固めとしてはまあリアタイとかで、まあ、全然入れてもいいのかなとは思ったりはするかな。走力とかも高いし、盗塁させたりするのにダイソーとかね、そういうのはいいのかなとは思うけど、まあ、僕は使わないかなって感じかな今回は。まあ、一応ちょっとイベントだけどんな感じの報酬があるか見ていきたいと思います。これバッティングトラベラーって2回目か3回目とかだよね。初めてではないっすよね。なんかやったような記憶あるけど、なかなかあんま来てるイメージがないんで、多分そんなに来てないと思う。で、一応 A ランクの OB 契約書が1、2、3、3枚。で、自チームが1、2枚と。あ、これか。そうだそうだ。33% ね。なぜか 30% だったんだけど、33% になったと。TS の時からかな。うん、今年の TS はなぜかね、なんか 30% とかだったんだけど、今までは。急になんか 33% になるっていう。3分の1で OB がね、出ますよという感じで。
ございます。まあ僕は正直現役狙いで引くかな。今回は長嶋選手出ないんだったら現役狙いかな。まあそんな感じですかね。はい、という感じで、今回なんですけども、OB セレクション第2弾、来ましたので、30連引いていきましたよと。まああんまりなんか今回引く人いないんじゃないかなって思うようなメンツではあったかなと。まああとはなんかスパンが早いような気がしたし、まあ年末年始に来る第3弾、ここが一番ね熱いみたいなとこありますんで、まあそっちに備えるっていう人もまあいたりとか、まあワールドスターだったりとかも来ますし、ベスト9タイトルホルダーだったりもまあ年明けぐらいからかな来るし、まあそっちのためにねエナジー貯めておくよっていう人の方が多そうな気がしますけど、まあ引いた方はよかったらコメントで、何々選手出ました、よかったらお願いします。まああとはイベントの報酬とかの方もよかったら結果教えてください。ということで以上、たくみでした。じゃあね。